コンスタンツァ県は、ルーマニアドブロジャ地方の県。同国の最南東部に位置し、国会に面する。県とはコンスタンツァ。西は、ヤロミツァ県とカララ市県。北は、トゥルチャ県とブライラ県。南は、ブルガリアのシリストラ州、ドブリッジ州と接する。2002年の調査で、県人口は715,151人。人口密度は101、平方キロメートル。 都市人口がおよそ75%とルーマニア国内平均より高い。近年の人口同性は一家のようになっている。人口の多数を占めるのはルーマニア人である。また、オスマン帝国支配時代の名残であるトルコ人とタタール人のコミュニティも存在する。現在、この地域はルーマニアにおけるムスリム社会の中心となっている。 アルーマニア人が大勢ドブルジャ地方に移住してきており、彼らは自身を少数民族というより、むしろ文化的少数派とみなす。その他にはロマ人がいる。コンスタンツ県面積は7071平方キロメートルである。コンスタンツ県のほとんどが大陸製の半乾燥気候を伴う低電地からなる。およそ四十四キロメートルの海岸線を持つ国海沿岸は、 内陸と比較すると海洋性気候である。コンスタンツ県の1月の平均気温は摂氏0度、7月の平均気温は摂氏23度である。県北東部は篠江湖のような方がある。県東部はドナウ川河口である。県の主要産業は以下の通りである。農業は県経済の重要な部分を担っている。コンスタンツ県は国内最大の灌え設備を持っている。 穀物生産が主となっている。ムルファトラル周辺で生産されるルーマニアワインが有名である。チェルナボダには2つの原子炉を持つカナダ人設計の CANDULO のチェルナボダ原子力発電所がある。この原発は国内電力の15%以上を発電している。コンスタンツァ港はルーマニア最大の海港で国海の重要港の一つである。ドナウ 国会運河によってドナウ川と繋がっている。国会沿岸はルーマニアの各季観光地が集まっている。コンスタンツァ県は3つの都市9つの町58の小自治体から構成される。ありがとうございます。